教育関係記事一覧学校記事一覧量がある日本の中学校高等学校の一覧量がある日本の中学校高等学校の一覧では日本国内の中学校高等学校のうち学生寮内式宿舎または学校側が業者などに委託する類似施設を持つ学校の一覧を記載する本校では学校の公式ウェブサイトまたは 信頼に足る文献により確認したものに限り、掲載するものとする。国立学校、公立学校、私立学校を、それぞれ、北から南の順で記載する。全寮制とは、学生全員が入寮し、通学生がいない学校であり、全寮制と明記していない学校は、学生寮を設置しているが、通学生もいる学校である。男女別学とは、男女共学だが男子部。 女子部に分かれ、校舎も男子専用、女子専用校舎に分けている学校を指す。現存する中学校、高等学校、高等専門学校を対象とする。地方区分では、山梨県は中部地方、三重県は近畿地方に分類する。大学などについては、学生寮学生寮の一覧を参照。中学校を併設する高等学校のうち、高校生のみ。 入寮可能で中学生が入寮できない学校については、中学校の部には掲載しないものとする。北海道地区東北地区関東地区中部地区近畿地区、中国地区四国地区九州地区関東地区、北海道地区東北地区関東地区中部地区近畿地区、中国地区四国地区九州地区高校からの生徒募集をしていない中高一貫校は省略する。 北海道地区、東北地区、関東地区、中部地区、近畿地区、中国地区、四国地区、九州地区、広域北海道地区、東北地区、関東地区、中部地区、近畿地区、中国地区、九州地区2021年5月現在、ほぼすべての国立高専や私立高専は、寮が設置されている。ありがとうございます。